はい、じゃあ電話しまーす。はい、電話しまーす。ね、残念。あ、なんか、自分の文句言ってるって聞いたんで、裏の声にいるんで。一度も始めれるんでいいっすよ。いやいやいや、もう人のチャンネルで文句言われてるんだったら直接言えよって話なんで。自分の配信回して待ってるんで。まさか逃げないっすよね。俺が行く、俺が行く。いやいや、いいっすよ、いいっすよ。本人来させてください。いや、文句になったら直接言えよって話なんで、人のチャンネルで言ってねえで。いや、いいっすよ、いいっすよ。待ってますから。いや、いいっすよ、乗り出してくれなくていいっすよ。いや、本人、あれっすよ。何で来ちゃったんすか。いや、もう、この店ダメだからもう。まあ、なんか、自分も結構もう、あちこちからも連絡来てるんで、相当文句言ってるってのも聞いてるんで。自分のチャンネルでやってくれる分にはいいんですけど、んで、いちいち伸びよし君のチャンネルで、なんか印象操作するんだったら、めんじゃ直接文句言うんだったら直接来いよって話なんで。俺も着替えてきてるんで。はい。わかった。はい、よ。言ってくださいよ、今。切らずに。帰らせないでくださいよ。逃げるんすか？逃がすんすか？もしもし。逃がすじゃなくて、はい、俺はそういう揉め方やだって言ってた。伸びよし君が揉めるわけじゃないじゃないですか。逃がすんすかじゃねえよ、てめえ。いや、だって逃がす。いや、いいからじゃあ、てめえ待ってください。なんすか、なんすか。だって伸びよし君待ってるじゃねえよ。お前、俺には、お前、なんだお前、言ってないじゃないですか。伸びよし君だって、じゃあ、今。だって逃がそうとしてません？その客人がじゃあ、なんで伸びよし君のチャンネルで文句言ってんすか？いや、俺も見てるんですよ。配信見てるんですよ。配信見た上で俺も来てるんですよ。どこにいんだお前。裏の南公園にいますよ、着替えて。はい。ちょっと待ってお前。いや、伸びよし君はいいですよ。本人来させてくださいよ。伸びよし君巻き込むわけにいかないんで。だって、伸びよし君のチャンネルで文句言ってたわけじゃないですか。伸びよし君。伸びよし君のチャンネルで文句言ってたわけじゃないですか。その、なんていうんですかね、ケイゴさんのチャンネルで言うんだったらしょうがないじゃないですか。でも、伸びよし君のチャンネルでいちいち自分のこと言うんだったら、それも印象操作じゃないですか。文句あんだったら、直接自分に言えばいいじゃないですか、ケイゴ君が。って自分は思うんですよね。裏の公園いるようで。自分に言いますよ。来いよ。自分ブランコのとこにいますよ。どこだ、ブランコ。トイレの近くです。すみません、自分別に伸びよし君に名前聞くつもりはないですけど、文句あんだったらやりますから。こういう話じゃない。はい。この人なんで来てるのか。はい。俺もそういう話はやめろって、やめてくれって俺、警護に言ってるから。自分は聞いてて、コメントにも流れてるんですよ、その伸びよし君がすごい気まずそうだって。うん。そう。で、徳田君の声が聞いてるじゃないですか。そう。でも文句を言ってるのは向こうじゃないですか。例えばそれが、警護さんのチャンネルで言ってるんだったら全然いいんですよ。うん、自分も嫌な思いさせちゃったんで、うん。でも自分は間違ってることないんで、警護君に対して。それでも、みんなぐち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 って言ってるのって、来いよって話になるんで、直接言えよって。うん、はい。それは俺が合わすわけねえかね。気を改めよう。しろ。なんですか、その、伸びよし君のチャンネルで文句言ってないんだったらいいんですけど、伸びよし君のチャンネルに出ててわざわざ、うん、そうやってなんか揉め事のようなこと、自分はだから昨日だって、まあ昨日もそうですし、今までもそうですけど、圭吾君に怒られても、うん、切られても、自分は悪口何一つ言ってないんですよ。うん。なんでもあんな女の腐ったみたいにぐちぐち言ってんだったら、はい、直接言えよってなるんで。今、圭吾いるっていう格好があって、うんうんうん、分かったよ。今行くよ、すぐ。待ってて。はい。うん、分かったよ、ママ。大丈夫よ。はい。自分もそういう席だったんで、あえて行かないでここで待ってたんで。うん、そこは分かってました。うん。はい、昨日すごいよくしてもらってました。うん。揉めるのはさ、ちょっと落ち着け、しろ。全然揉める気、自分もないんですよ。今まで、今日まで全然悪くない。仲良くしてもらいたいって俺は配信でも言ってるけど、はい、なんとかちょっとお願いしますって言ってるけど、はい。そう、だから仲良くしてもらいたいけど、まあ、ちょっとじゃあちょっと一回待って、俺突然今合わせたら騙し打ちみたくなっちゃうから、はい、まあ、ただそんな女の腐ったみたいにぐちぐち言ってんだったら直接目の前で言うってなっちゃうんでしょ。分かった、シロの気持ちも分かるけど、俺初めからのやつって分かんないから、はい、それを踏まえてちょっと待つ。分かりました、すいません、うん、すいません、うん、あ、もうすいません、全然何でもいいですよ、うん、向こうやる気だったら全然行きたいんで、多分その気もないと思いますよ、逃げると思いますよ、分かってるんだ。確実に逃げるだろ。お前見てんだろ。なあ。お前エストラこれも。
俺の携帯触んなよな。結局演出だろ、お前。はいはいはい、はい。回してないとダメだもんな。うん、だから離れてるとこで聞いてるな。え？離れたとこで喋ってるよな。演出だろ？演出じゃねえよ。じゃあやろうよ。一人しかやろうよ。じゃあやろうよ。じゃあやろうよ。何がやんだよ。喧嘩だろ？できんのか。うん、お前だよ、できんのか。資格だなんて言っちゃってるけど。今度やってないのに。お前だよな。ああ、勉強できないのに。お前だよな。走りだろ。お前じゃねえ。なんだよ。なんだよ。うまいけねえだろって。お前が知らねえだけだろって。お前の方知らねえじゃねえかよ。なあ。で、言ってろよ、お前。なあ。なあ。ん？俺がお前やる相手じゃねえだろ。携帯見なくていいよ。気にすんだよ。なあ。気にしなくていいよって言われて。噛んじゃってんだよ。なあ。ビビってんのか。なんだよ、お前。なあ。ん？お前ぐらい？うん。なあ。なあ、かっこつけてんじゃねえよ、お前。なあ。お前だよな、かっこつけてんの。いいよ、また言っとけばいいんじゃないの。言えよ、お前、吠えてるよ。お前だよな、吠えてるの。吠えてるよ。人のチャンネルで、女の腐ったやつ見て。お前、言ってるって。なあ。なあ、言ってるって。やっぱずっと言ってるよ。おめえだよ、ずっと。ずっと言ってるよ。今日までずっと言ってるの、おめえだよ。だから言ってるって。お前も言ってるよ、お前。パントマイムやってるよ、お前。何だよ、それ、パントマイム。パントマイムだろ。パントマイム。英語も知らないんだろ。パントマイムやってるよ、お前。なあ。なあ。パントマイムくんな。あれ逃げんの？逃げるの？もうこっちだからな。ほら逃げちゃって、ほら映してやろうか。ほら映してやろうか。じゃあほらほら逃げるよ、あいつ。視覚動向行って逃げちゃうんだけど、あいつどうする？うん？逃げんなよ。逃げんなって来いよ。逃げんなって。ほら、2000人近く見てるぞ、お前。逃げちゃったら、お前恥かくぞ。来いよ、来いよ。逃げんなよ。さっさらしませんって大きい声で言えよ、ちゃんと。はっきり言えよ。何でんのか。うん？あ、言ってくれ、お前。さっさらしませんってみんなに聞こえるように言えよ。何でるよ。うん？言ってるよ、お前。言えよ、ほら、みんな聞いてくれ。あ、何でねえな。さっさらしませんって言えよ。言ってくれよ、お前。言えよ。なあ。みんな今2000人承認になって聞いてくれよ。さっさらしませんって言えよ。だから何でか。資格どうか言ってねえでよ。価値とかよ。うん。お前に価値がねえよ。うん。なあ。なあ、そう。カッコつけてんじゃねえよ、お前だよな、カッコつけてん。じゃあカッコつけてんって思うんだって、俺もカッコつけなくさせろよ。カッコ悪くさせてみろよ、今。うん。うん？なあ。もうじゃねえんだよ。おめえから仕掛けてきたんだろ、今日。うん？お前がダセえからだろ。だお前がそれ以上に今ダセえよな、俺にこう言われて何も飛びかかっても来れねえんだからよ。飛びかかんねえよ。ダセえもんな。ビビっちゃってるもんな。ビビってねえ。ビビっちゃってるよね。そういうふうに言えばいいんじゃないの。ね。うん。そういうふうに言ってる。他チャンネルで文句ばっか言って。うん、実際にじゃあもう目の前で、ね、飛びかかっても来れない。うん。飛びかかって来ないし、お前にかかんないでしょ。ビビっちゃってるから。は？なんでそういうふうに思っとけばいいんじゃないの、お前。お前やばいでしょ。だってお前焼肉屋でなんか言ってたじゃん。ねえ、やってやろうかと思ったら何だか言ってたんだろ。配信で残ってんじゃんか。やってやろうと思ってんだったらやるいいじゃんか。なんで焼肉屋とかやんなかったんだよ、もしかしたら。なあ、もう人が帰ってたから、ぐちぐちゃんと。なあ、かっこ悪くさせてみろよ。今。んなあ。もうじゃねえんだよ。おめえから仕掛けてきたんだろ、今日。んお前がダセえからだろ。だお前がそれ以上に今ダセえよな。俺にこう言われて何も飛びかかっても来れねえんだからよ。飛びかかんねえよ。もうダセえもんな。ビビっちゃってるもんな。ビビってねえよ。ビビっちゃってるよね。そういうふうに言えばいいんじゃないの。うん。ね、うん。そういうふうに言ってる。他チャンネルで文句ばっか言って。うん。実際に、じゃあお前目の前で飛びかかっても来れないの。うん。飛びかかって来ないし、お前ね、かかんないでしょ。ビビっちゃってから。は？
で、そういうふうに思っとけばいいじゃないの、お前。お前、やばいっしょ。だって、お前、焼肉屋でなんか言ってたじゃん。や, やってやろうかと思ったら、なんだとか言ってたんだろ。配信で残ってんじゃんか。やってやろうと思ってんだったら、やるいいじゃんか。なんで焼肉屋とかやんなかったんだよ、もしかしたら。お前人が帰ってからね、ぐち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 やってやろうかと思ったって言ってんだけど、今だから今チャンスだから来いよ、これ。チャンスじゃねえよ。今チャンスだろ。焼肉屋の続きだと思って来いよ。うん、うん、やればよかったと思ってんだったら、やればいいじゃん、みたいな。ここまで言われてんだからよ、うん。おめえから言い出したからここ来てんだよ。うん、そう。おめえがダセえからだろ。でもそれ以上に今お前がダサいよな。うん、2000人今お前のことダセえと思ってる。うん。うん、あ、お前カッコつけてんじゃねえよ。カッコつけてんの、お前な。かっこつけてると思うんだったらかっこ悪くしてみろよ、俺のこと。今の。かっこ悪くしてみろよ。今俺のことかっこ悪くしてみろって。できねえだろ。ビビっちゃってるから。ビビってねえよ。ビビってるよ。ビビってねえよ。じゃあ来いよ。来いよじゃねえよ。さっさりしませんって言えよ。は？さっさりしませんって言えよ。さっさりしませんじゃねえんだよ。そうだろ。あ、そうだろうじゃねえんだよ。資格動向ちらつかして、か、か、なんか、かしらどう？でも、ちげえよ、資格、資格はいらない。うん、別に不動産屋やんねえし。うん、お前なんか資格持つのに不動産屋やってねえじゃん。うん、資格持ってるだけじゃん。お前知らないだけだろって、うん。別に知りたくもねえし、うん。お前から資格の話してきただけだ。うん、なあ、じゃあ YouTube の話なんかしてくんじゃねえよ、お前。なんだよ。YouTube の話いつしたんだよ。したと思って、やりたいんですって。なんだ、それ言ったよ。なあ。うん。でも言ってるよ、お前。お前が出せよ。背中向けてほら逃げちゃったの。ほら見せやろうか、みんなで。背中向けて逃げようとしてるぞ、あいつ。ほらな、価値な。価値と何、資格、うん、あとは、うん、な、うん、そしたらもっと有名になってるよ、お前。何が何がじゃねえよ、お前。何言ってるよ、YouTube で吠えてるよ、お前。お前だよな、吠えてんの。家の中に閉じこもってよ。うん、うん、そうじゃねえんだよ。なあ。来たらお前すぐ来れねえじゃねえかよな。うん、本当に本気だったらじゃお前一人で走ってくれやいいじゃねえかよ。お前気にすんなよ。価値がねえだろ。うん、気にすんなよ。これ逃げんの？お前が乗ったら乗らの。じゃあ場所変えようぜ。場所変えようぜ。変えねえよ。お前なんか。価値がねえだろって。ビビってんの？うん。で、井上と言ってこいよ、うん。自慢してればいいじゃん、お前。ビビっちゃってな。うん。なあ。うん。ね、ハトカーも来たってことだよね。なあ。ハトカー来ないの待ってたの？自慢してるよ、お前。井上の面会呼ばれたって言って。うん。なあ。自慢してるよ。あ、それが自慢に感じちゃうのね。ってことは羨ましいの。俺自慢なんて言ってねえよな。うん、自慢なんて言って。え、なになに？井上優くんの面会呼ばれたら自慢に感じちゃうのね。なんで？ダセえな、あいつ。場所変えようぜ。逃げんなよ。本当にごめんなさい。ねえ、あいつから飛んでってくる。ねえ、エンターテインメントじゃない。場所変えようぜ。場所。なんで？お前に価値がねえから、俺は明日4時なんだよ。なあ、お前の大切な用事だよ。うん。なあ、お前と付き合わなくていいから。すぐ終わるよ。秒で終わるよ、お前なんか。秒で。言ってればいいだろって。お話だけ聞かせてもらってよろしいですか？あ、あいつは消さしたの？いないの？なんでいないの？昔も行かせて。ちょっと俺消すんだけど消すから。俺が通して。あとで。お話聞かせてもらってよろしいですか？あ、すいません。いいよ、もう絶対帰るから言ってんのに。なるほど。口喧嘩ですか？そう、だから仲間が出してないんだよ。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 場所変えようよ。場所変えようじゃなくて。え？逃げたって言ってればいいんじゃないの？悔しくないから。あ、大丈夫大丈夫。あ、これで喧嘩になった原因って。喧嘩になってないから。
ちょっと何だっけ、もう一応ちょっとこういうお話しするのもっとこういうお話しするとこですか。あ、これ違法だね。違法だね。一応不採用でどうだろう。ちょっとあれじゃん、おめえがついてるついていきますけど、今回の喧嘩の原因は何もないってことですね。喧嘩してないっつうの。誰か怪我してんのかよ。じゃあしてはないんですけど、まだ確認はしてないんですけれども、誰もしてないよ。してない、誰も怪我してないよ。見てみろ、誰か手荒れてたりとか顔荒れてたりしてるし。してないんですけれども、映すよ。はい、肖像権ねえだろ。肖像権ねえだろ。映像だけ下ろしてもらっていいですか。無理だよ。じゃあ近づくね。じゃあ俺に近づくね。ここにいます。じゃあ。うん、じゃあそこにいる。肖像権ねえから、お前に。いや、もちろん、ここに、あんま近寄ってるから熱くなっちゃう。じゃあ喧嘩してないっつうの。お前らがそうやってクー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 言うと近所迷惑だからやめろよ。じゃあ静かにしてください。ここにいてください。はい、逃げやな、逃げを打つ。まあ、本来だったから場所替えだよな、場所替え。仕切り直しだよな。どうせ逃げると思うけど、まあ、価値とか、お前、資格とか、あ、そうだよ。うん。そう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 。全然、あれだから。うん。ね、はい、逃げを打つね。この前とも、こっちの人がいるんですか？お名前とか聞かせてもらってもらえます。俺じゃないからいいやつ、俺じゃないって言ってないですよ。だってそんな一人聞いたら分かるからいいじゃん。あと配信見て説明してよ。配信にしたよ。配信の名前なんて言うんですか。いいよ、そんなこと言わないよ。いちいち何かあったら見れば分かるからね。今僕もあのカメラとかもあるから、街中のカメラとかそれ見りゃいいじゃん。何もここで分かるのが一番早いの。うん、だからそれ話すよ。さっさら準備な、さっさら準備。出せないやつ。出せえな、あいつ。まあ協力しちゃってな。じゃあ皆さんで動画撮られてるって感じですか。あ、すげー、口喧嘩わら口喧嘩もしてねえよ。喧嘩すらしてねえっつうの。まだね、身分証提示殺されね、ほんと殺されて、まあ、場所変えようぜっつってんだよ俺は。得意のパターン本当だよな。お前だってもあいつ殺されしませんって言わねえんだよな。殺されしませんって言わねえし、うん、いや俺じゃねえじゃん。口喧嘩はしてないっつうの。してないよ、何もないって。これからも解散されるってこと。まあ、そうですね、場所替え、場所替え。あれ、場所替えしないんすか。場所替えしないんすか。場所替えしましょうよ、場所替え。場所替えとかじゃないよ。あれ、逃げちゃうの。それで青森と県警になってしまって。県警なんないっつうの。そこだけは。分かった、全部逃げんの、逃げんの、逃げるのね、逃げるのね、逃げ落ちね、はい、はい、はい、逃げた、はい、逃げね、こっからこの場からいなくなるの、お前な、お前だよ、西山君にしたの、西山、ちょっと智則君だよ、お前噛んじゃってたじゃん、藤井のとこで、な、ぶるっちゃってよ、逃げんなよ、おい、逃げるなよ、おい、はい、逃げるよ。